今回紹介する作品はアヒルとカモのコインロッカーです。この作品は伊坂幸太郎原作、中村義弘監督、濱田岳瑛太が主演です。2007年に公開された映画です。もしあなたの大切な人が何かの復讐をしていたらどうしますか？何か自分の大切な人のために、自分の傷つけられた何かのために暴力だったりで復讐をしていたとしたらどうしますか？とってもこう復讐をしちゃったりするっていうことは、なんか悪に対して善としてやってたりもするし、行き場のない感情をそこにぶつけていたりもすると思うんですが、きっと復讐してるっていう時は自分の傷ついた部分とか誰かが傷ついた部分に縛られてしまって、そこでもがいていて、そういう行動に出ているのかななんて思ったりするんですけども、この映画の中でとても僕が好きなシーンがあるんですが、そのシーンはですね、クライマックスに主人公が駅のコインロッカーに行って、でラジカセを持って、そのラジカセをコインロッカーに入れるんですね。で CD をかけるんです。ボブ・ディランの CD をかけて、ボブ・ディランの声は神様だ、神様の声だって言うんです。でその CD をかけたままコインロッカーに閉じ込めて、神様を閉じ込めた、だから神様に見て見ぬふりをしてもらおうよって言うんですね。でその人と一緒にいる男、川崎って言うんですけれども、その川崎っていう男がいろんな復讐を実はしていた男なんです。でもその川崎はとっても主人公にとって大切な友達だったので、そういうふうに見て見ぬふりをしてもらおうとするんですが、実際に見て見ぬふりをしてもらうということよりも、きっとその言葉で心が軽くなって呪縛が解き放たれて前に進めると思うんですね。そういう意味でやっとそこで前に2人は進めるようになったのかななんて思うんです。でとてもその悪いことをした時にちょっとね、言い訳をあえてするっていうのも時には大事なのかなっていうふうに思ったりもしました。この映画最後に実は大どんでん返しがある映画なので、ぜひ皆さんも一度ご覧になってください。